はい、皆さんこんにちは。手裏剣戦隊ニンニンジャープラスチックカードガム第3弾の動画を撮ってます。今回も、5袋開封したいと思います。23袋買ってきたんで、今回も5袋開封していきたいと思います。しかもトライアルという今回買ってきたスーパーですね、1袋80円で売ってました。安いです。で、100円ショップでは100円で売ってるのに、トライアルでは180円で売ってたんです。安かったです。とても助かります。さあ、どんどん開封していきたいと思います。プラスチックカードガム、さあ、いきます。1袋目、いきます。1枚目、いきます。じゃん。さあ、何でしょう、何が出ました。お、鬼忍者と忍者一番と初登場ですね、これは。初登場、やった。さあ、2枚目、桃地かすみ、はい、ダブリです。ありがとうございます、ダブリです。さあ、どんどんいきます。2袋目いきます。じゃん。おともに忍び丸ダブリです。多分3枚目ですね、ダブって3枚目です。はい、2枚目いきます。じゃん。白忍者、これは初登場かな、初登場ですね、初登場です、多分初登場です。いきます。はい、3袋目いきます。3袋目、さあ、何が出るんでしょうか。交互期待、いきます。じゃん。青忍者とガマガマ銃、初登場です。やった、来ました。はい、2枚目、じゃん。おや、ダブった。かすみ、かすみ姉さん、3枚目ですよ。はい、いきます。はい、4袋目いきます。じゃん。お、忍ぶどころか暴れるぜ、全員集合、キャスト全員集合です。おめでとうございます、ありがとうございます。さあ、いきます。2枚目、じゃん。青忍者、お、これはダブリですね、多分ダブリです。はい、あれダブリかな、わかんないな、よくわかんない、ちょっとよくわかんない、調べてみます。はい、じゃあ最後5袋目です、いきます。5袋目の1枚目いきます。じゃん。青忍者、あ、これはダブリです、ダブっちゃいました。2枚目いきます。じゃん。ナギ、ダブった、残念。でも今回はちょっとすごい獲得数が多かったです。初登場の数多かったと思います、これだけ買ってね。うん、初登場の数結構多かったんで、今回はよしよしとしましょう。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回に続きます。ではグッバイ。